どうも山崎亮です、えー、以前、前回かな前回はあの出版社と一緒にこんな本を作ってますという話をしましたが、うんとそれに続けてですね、えーと、自分で勝手にこんな本を作りたいと思ってるっていう、まあ、そういうものもあります。えー、とページ数が 126ページとか128ページとか、多分それぐらいまでであれば、えっ、ー、と、印刷製本費がですね、100、違う、百万円もいかないですね、75万円ぐらいで、えっ、ー、と、印刷製本ができる、500部ぐらいだとですね、だったと思います、確か。 あのというのは我々その、まあ、スタジオでそういう冊子をよく作るんですけど何かプロジェクトをやった時に冊子をこう作るんですがだいたいそういう感じなんですよねページ数を130ページ以下ぐらいにしておくと、えー、70万ぐらいで印刷手本できちゃうとなので、えー、っと執筆したり写真を撮ったりとか図を作ったり、えー、そしてそれをレイアウトしたりして割り付けてそして入稿データにしておけば あとはそれを印刷屋さんに出して、えー、で500部納品してもらえるとでこれって、えっと、多分1年間に23冊そういうの作ってるんですよあのプロジェクトごとにですねでそれをまあかなり力入れて丁寧にやろうと思うとプロジェクトブックっていうものに毎回していてえー、っと「島の輪」っていう平乃島県でやった時の「島の輪」とか「里山未来博」っていうものとか あと東京でやった「大い店とかですねあのこういうのは1個ずつあの本のような冊子にまとめていっていますでそう考えるとですねまあ普通にソフトカバーであのこういうカバーも押し付けたようなものでちゃんとあの流通させられるような本に近い形のものこれを自分たちの力で作ることもできるじゃないかとだからあの出版社の方々と一緒に作るやつはそれはそれでいいと思うんですけど、えー、そうではなくて もうアマゾンでしか売ってないとかですね、えー、あるいは Kindle でしか読めないとか本紙にも印刷しないとかあ,あるいはまあうちの事務所が手売りするとかですね普通に手で売っていくとかあのそういう本を作っていくっていうそんなプロジェクトも同時に進めたいなというふうに思っていますでえー、っとそれはなんか僕が 個人的にこう趣味として関わっているようなプロジェクトを書籍化するっていうことでもいいんじゃないかなと今は思っていますね。えー、というのはあの大好きなアーティストのトム・サックスっていう人が、えー、っとめちゃくちゃ小さなあのブックレットのようなものを作ってるんですよ。でこれロットナンバーが入っていてですねロットナンバーというか、まあ、初版南部って1000部とかですねそういうふうに書いてあって。 全部限定で作ったよっていうような冊子を作っていてでこれがあの出版社と作ってるわけじゃなくて自分たちが勝手に作ってるので、えー、まあ人みたいなもんですかねとてもなんかこう楽しいんですよこう出版社の常識と全然違うような作り方をしてたりとかして、えー、これもまた彼の作品だなって思うようなあのそんな作り方になってます。だからそそうういうその 売れるかどうかというよりももう作品だっていうふうに割り切って作るような本ですねあのこういうものをじわじわ作っていきたい500部限定で500部限定で作っていくっていうことを進めたいなと今は思ってますでうんと差し当たって一つはですね今あの2019年がジョン・ラスキンという僕がかなり影響を受けているそのイギリスの思想家の生誕200周年 だったんですすがそのの周年の時に、えー、シンポジウムをやったんですねでこのシンポジウムをやるまでの準備とかそれからその準備期間中にいろいろとみんなで学び合ったこととかで現実にその当日のシンポジウムの様子とかをまとめでしかもその当日のシンポジウムが終わった後は、まあとはイギリスまで当時行けたので行ったり報告したりそれから大阪にラスキー・モリスセンターっていうのがあるんですけどそこのセンターの運営をもう我々が えと預かることになったという出来事やでじゃあそこでこれから何をやっていこうとしてるのかとかこんなの全部一つのプロジェクトとしてまとめて、えー、500部限定で何、えー、か本を作ろうかなって今は思ってますこれは印刷製本費はもうとりあえず自分で出すとか、うん、クラウドファンディングみたいにしてあの先に70万なら70万集めてであの皆さんにあの郵送していくとか なんかちょっとこう方法を考えて限定部数だけ作る本みたいなやつっていうのをこれからはじわじわと作っていきたいなと思っています。という意味で言うとうんもう一つ可能性としてあるのがうんとチャリティーショップの本ですね。これはあの出版社と一緒に作ってもいいかなと思っていたんですけどうーんと自分たちで,で,で勝手に作っちゃってもいいかなとも思っていて。 これはま,あちょっとまだ今迷ってるところです。えー、っと、東京ビエンナーレというアーティスト、アートの,あの、地域アートのプロジェクトがあったんですが、そこの中で呼んでいただいて、チャリティーショップを僕らはやらせてもらったので、 えー、まあ前半に世界のチャリティーショップ事情ですね、えー、僕はチャリティーショップが好きなのでいろんなとこに回って世界中回りいろんなものを買って帰ってきたのでその世界のチャリティーショップ事情のようなものっていうのをまとめてチャリティーショップって何とかあとチャリティー小売店協会っていうイギリスにある協会のヒアリングに行ったりしてるのでそのヒアリングの中身とかもまとめてで1冊の本にして前半 で後半はあー我々がやったチャリティーショップのプロジェクトをまとめるとロイダッツチャリティーショップというのがどう生まれてどう準備されていってで東京ビエンナーレの事務局とどんなやり取りをして実際、えー、2週間ぐらい、えー、チャリティーショップを出現させ、えーまあ、そこに至るまでの準備どう進めてきてで誰と協力してどんなふうに、えー、チャリティーショップやったのかでそれが今大阪に来てるんですけれども大阪でもどうだったのかさらに今後 チャリティーショップをどうしていこうと思ってるのかっていう展望までをまとめた一冊の本っていうのをこれも作ってみてもいいかなと思ってますね、まあ、出版社と作ってもいいんですけどこの本を買おうって思う人がそんなに多くないんじゃないかなと思って出版社も二の足踏むんじゃないかとは思ってますなのでんまあ出版で興味のある人がいたらそうちょっとまあ何人か思い浮かぶ人がいるのでその人たちに少し問いかけてはみますが ちょっとチャリティーショップではなぁみたいな反応があればあもうただ作品としての,あの冊子にしておこうかなというふうに思ってますねなので2つ目にチャリティーショップ本というのが今ちょっとこう作ってみたいものでと3つ目にですねなんかこうコミュニティデザインの参考書みたいな本が作ってみたいなと思ってるんですね 本本の本が作りたいいなと思って,いてでこれは、まあ、これなんかは出版社と話をすると多分出そうってことになるでしょうねそのコミュニティデザインの参考書というかあのコミュニティデザインに役立つ本を解説してある本ですねで今あの今年は僕は「100冊挑戦」というのを友達たちと一緒にやっていて年間に100冊本を読もうという掛け声のもと今本をよく読んでいるんですが 読んだ内容をやっぱりこうまとめておきたいなと思っていてでちょっと後半に今なってきたので前半はまあ読みたいものを手当たり次第読んでたんですけど後半はちょっとコミュニティデザインの参考になるような本を、えー、読んでいこうかなと思ってます。 で古典的なやつとかですね、もうマキーバのコミュニティとかもう一回読み直したりしてで、古典的でみんなが知ってるよって思うようなものの中にも結構面白い言葉が入ってたりするんですよね。うん、とハンナ・アレントの人間の条件とかもねあの、コミュニティデザインの分野ではもうあの普通にみんなが読むものとして捉えられていて、でこれは。 まあ、いろんな言い方がありますけど公ではそのテーブルの周りに人がこう囲んでいるものでこのテーブルっていうのが人々をつなげたり話したりしてるんですよみたいなところがピックアップされることもあるしそれから有名なところで言うと人間の,その、まあ、生きていくための活動的生活の中には活動的生活の中には、えっと、労働と仕事と活動っていうのがあるよっていう3種類あるよみたいなこととかなんかこうよく言われるあの代表的な話ってあるんですがでも人間の条件をもう一回。 細かく読むとですね、えっと、実はすげえ面白い点がいっぱい入ってるんですよね。あの一般的にはあんまりあの有名になってないような語り方なんですけどコミュニティデザインとしてはここをピックアップしたいなって思うような言葉があってあまりに有名な本なので代表的な話だけが出てきちゃってああ人間の条件ね有名だよね労働と仕事と活動の話でしょって言うとわっ俺パ,ッパッと終わっちゃうんですよここでね。でも例えば労働とう 仕事と活動って呼んでるんですけどこれを彼女はあ活動的生活っていう風に名付けていてで活動的生活とは別にですねあの干渉的生活というようなものをもう一個設定してたりするんですよねでこの干渉的生活の方にはむしろ思考とかですねあるいは言論とかですねあのこういうのも入っていて だからあのそれも全部合わせるとですよ実は労働と仕事と活動だけじゃなくて思考や言論も入っているだけど今回の本の中では、えっと、思考と言論は扱いませんっていうふうに最初のところで言ってるんですが言ってるのに二章では思考と言論がギリシャ時代やローマ時代に一体どれぐらい大事だったのかでこれと活動っていうのがかなりこうセットになってきているようなことあるいはその 家庭内という一人になれる孤独になれるような空間とか親密な空間の中の私的領域の中ではあさっきの,その思考とかあそれから言論みたいなものっていうのをきっちり固めていくことができて今度外へ出ていくとこれは公的な領域になるわけですけどもあの公的な領域に対応するのが活動ですというふうにすごくこう丁寧に言い続けていたりするんですよねで。あとは労働っていうのは食べていくためにやる仕事だということで。 えっと、市民になろうと思えばかつてはですよかつては市民になろうと思うと食べていくための労働をやっているんじゃ、えっと、市民として町づくりに参加できないじゃないかと町のことに、まあ、彼女は政治って呼んでるんですが広い意味での政治に参加できないだろうとだから政治に参加するだけの余力を持つってことはつまり食べていくための労働から解放されてないと。 政治に携わることなんかできないよっていうようなことを、まあ、古代ローマであったりとかギリシャであったりの人たちが言っていることをひも解いていくとでもちろん今はそうではないですよねそんな労働をやってるやつは政治には参加できねえとかっていう人はいないでしょうし労働をやっているから町づくりに参加できないなんていう人もいなくて仕事終わってから空いている時間で町づくりに参加しようというのは当たり前になってますけれどもかつてはあのそうではなかった。 まあ、もうちょっと詳しく言うとそうです、ねあの、いわゆる食べていくための労働っていうの,をあのから逃れることができなかった人たちっていうのは奴隷だったということですね。で、その奴隷という位置づけは市民になれないっていう位置づけになっちゃうということですね。ポリスって言われるその都,市の都市の担い手のような人たちにはなれない人たちということになります。でかつてなんかこうカウントした人がいたみたいなんですけれども。 市場があってこの市場界隈にうごめいている人たちが3,000人いると3,000人のうちですね労働から解放されていて市民と呼べるのは一体何人ぐらいだったかっていうと80人ぐらいしかいなかったというふうにあのカウントした人がいたみたいですけれどもだから3,000人のうち80人しか市民ではいられないと残りの2200え違う違う2920人ぐらいっていうのは 市民ではありえないといとうだからまあごくごく選ばれた人たちだけが市民だ政治参加だっていうふうに言ってたという、まあ、そういう時代があったとかいうようなこととかも脈々と語っていてくれてあれが、えっと、1958年の本だったと思いますから人間の条件が1958年ぐらいにはもちろんそんな奴隷とかそういう時代ではないわけですけど一体それのうちの何を引きずっていてでだからこそその労働と仕事と活動なんですよっていうところまでの話の展開がですね 実ににここの面白いこととなってたりするとだからなんか「あの有名な本だねそれコミュニティデザインの参考になったんだね」って言ってなんかよく聞くようなフレーズだけをちょっと僕は僕なんかは特にこうそればっかりをこう覚えちゃうことになるんですけど改めてもう一回家にある本をですね読み直してみてむしろその有名なフレーズの前とか後に語られているところをしっかりと書き込んだ。 コミュニティデザインの参考書みたいな本を作りたいなと思っていてでまあ出版社からと一緒に出してもいいんですけどそういうのも例えば僕は勝手に勝手にその印刷製本して500部限定で出してしまうっていうようなことをやってみてもいいかもしれないなと思いますね。であるいはその500部限定の一冊がの中身を見た編集者の人が「うわこれ商用出版で出したいわ」っていうふうに言ってくれたらその原稿を元にして まあもう少し真面目な形にしたものを商用出版で出すということをやってもいいかもしれませんがまあなんか勝手に作る本みたいなものっていうのはあってもいいんじゃないかなと思っていてこれはもうなんか思いついたプロジェクトごとに一冊ずつ本を作っていくっていうのがいいんじゃないかなと思ってます他にも今あの古材救済プロジェクトだったりとかですねそれからこの YouTube では松井敏夫さんとかなりの 対談をしてますが例えば松井敏夫という生き方とかあるいは彼と作品とかそんなの一冊の本にまとめるっていうのを勝手に僕が作らせてもらうと松井さんの協力を得ながらですね松井さんについての本を僕が自費で出すっていうこととかそういうのもあっていいんじゃないかなと思っていますね松井さんの本とか絶対面白いと思うんですよね YouTube 見てる人たちだったらきっと 読みたい読みたいって言ってくれるんじゃないかなと思うんでそういう本を勝手に作るっていうのもいいかなと思っています。ということで、えーまあ、出版社で作る本もあればあ、まあ、自分たちで勝手に作っちゃう本っていうのもあっていいなと思っていて、えー、ちょっとそれも進めたいなと思っているところですね。ただあのこの今話をした中でじゃあ具体的に進んでんのって言われると進んでるのはあのラスキン本だけです。 ラスキンボーンは今6割ぐらい進んでんじゃないかなと思いますね。6割ぐらいはできてるような気がしますが、他は全て0%ですね。0%です。まだ何も手をつけてない。ただもう、こう、無双してるだけっていうね、えー、そんな状態で、やりたいことが多すぎるんですけど、なかなかうまくいかないですね。あ,あと今僕は、そうかあの、自宅と職場を作ってるんですよ。その、そのちっちゃな小屋をですね、今、あの設計中でして、 なんかこれも一冊の本にすするとといいかなと思ってます、ね、もうあの何にも気をてらわないような設計デザインとしてはいろんなことを学んできたけどただただ四角い箱を積んでいくっていうだけの建物を、えー、自分の住みかを自分で作るっていうセルフビルドの要素も入れながらあーなぜこんな作り方をしたのみたいなことをドキュメンテーションのようにしてまとめた本というのも まあ、勝手に作ってもいいかなと思っているものですから、うん、この何か自分が勝手にやろうと思ったことは、一個ずつそうやってあの書籍化していくっていう、そんなことを今は考えています。全然進んでないんですけどね。<laughs> ということで、えー、今回は自分が勝手に作りたいと思っている本の話をいたしました。ありがとうございました。